はい、ではね、今度はね、ID やってみたいと思いますね。前はね、マッピングありましたけど、ID はこれになりますね。で、基本的には上からやっていけばいいです。ちゃんと整理してあれば、こういう細かなところはやらなくて、順番に上からやればいいと思います。で、サンプルで、ここで、これで画像読み取り。この緑のやつをします。で、次にサンプルで、で、これで好きなところを選びます。例えば、どこにしようかな。こことか、こことか。何個も選んでいきます。で、取っていきます。非常に簡単ですね。さて、これが終わったら訂正でスペクトルを見ることができます。で、ここに候補が出ます。で、明らかに違うやつだけは消してください。こうやってね。で、その次、例えば他にも入れときたいってなればこうやって入れればいいです。で、定量に移ります。で、もうこれは気にせずに OK で、次で、これを選択して状態でこれを押すと定量で指定したものがここに読み込まれるようになってます。で、戻りましょう。で、これははいでもいいでどっちでもいいです。で、ここでマイナス出てるのは実際にはないってことなので、マイナス出てるやつ、これ、ストロンチームとか、マジでっていうのは、除きます。なんかここから、削除。で、戻って、こういうふうにしていきます。あとは何だった CO と C。で、戻って、で、負のやつがなくなるようにしてください。で、こんな風になる。で、レポートにして、で、ここで、定量結果の画像総結果一覧でやります。で、違う場所取りたいという時にはどうすればいいかといいますと、次サンプルにしてここの2番にすればいいです。またはプロジェクトのここをしてプロジェクト2番でもいいです。で、ここにしてこうで、新しいところの場所をね、探してね、探して、それでまた読み込みます。で、スペクトル収集に行きます。そうすると変わりますから、またここでポチポチと押していけばいいですね。で、この後に訂正。で、もう確実なさそうなのは消すと。
これはどうかな、分かんないですね。まあ入れて調べてみて読み込んで戻って負のやつを消す、端末はいらない、戻る、行ったりでレポートで、これで今ここに何もないですけど、この下にはこれをですね追加すると増えます。これでね、これを押すと開いてるワードに追加されます。開いてるワードのやつに追加されます。だから前測定したのでマッピングのところにこれをつけたいときにはマッピングでセーブしたこのファイルを開いて、あと W を押せばこの下につきます。そういう風になってます。非常によくできてます。あ、すごいレポーター簡単になります。あといくつかフォーマットもありますけど、まあいろいろ調べてみていただければと思いますね。で、まあマッピングのアイディアはこんな感じです。はい、もっと細かく詳しい使い方は、まあ、管理者の方に聞いてください。大体こんな感じでちゃんと管理されては使えるようになります。